にちは、影丸です。緊急事態です。ちょっとですね、動画の方のコメントもできないぐらい、ちょっと、大ピンチなんで、すいません、コメント一部の方、を除いて、ちょっとコメント省かせていただきます。返信ですね。もう、めっちゃやばいんですわ。ブログが、ボーンって検索順位下がっちゃって、ちょっと飯食えない状況になりそうなんで、すいません。今日またまた山崎ビスケットさんの厚切りポテト、チーズ味ですね。の動画ご一緒にご覧いただきたいと思います。厚切り贅沢ポテト、濃厚チーズ味。そういたしましたら原材料名の方なんですけれども、ご一緒にご覧いただきたいと思います。じゃがいも、植物油脂、加工油脂、乳糖、ブドウ糖、食塩、砂糖、チーズパウダー、タンパク、加水分解物、クリーミングパウダー、でんぷん、酵母エキスパウダー、パプリカパウダー、調味料、香料、酸味料、パプリカ色素に乳化剤、甘味料です。エネルギーは326キロカロリーですね。はい、こちらが中身の方になります。昨日見ていただいた厚切りポテトと同じですね。ギザギザで、めっちゃぶっといんです。それではお味の方チェックしてみたいと思います。こっちは普通ですかね。ちょっとチーズはこうライトな感じの味で、塩味が効いてて普通に美味しいですね。ただ昨日ほどのその感動がないっていうか、食感がちょっとこっちは硬い、ちょっと硬いですね。昨日の塩味の方がふわっていう味になってました。すいません。でも美味しいです。すごく。それでは簡単なんですが、失礼させていただきたいと思います。